つもお祈りありがとうございます。本当にこの指導会がどれほど大きな支えになっているかということを思わされます。先週1週間ですね、ロボ伝道の、関西中部遠征ということで、週間まるまる大阪から始まって、まあ、大阪クリスチャンセンターでね、岐阜の柴橋市長さんのね、講演会から始まって、まあ、いろんな、集まりがあって、それからまあずっとロボ伝道してきたんですけど、まあ、それに行くのにね、その1週間前ものすごい雪が降って、大寒波がね北海道から下ってきて、まあ、そんな時に、まあ、私の車が、使えない状態で修理に出していたんですけど、修理から戻ってこない、まあ、そして貸してくれたのがですね、軽自動車でね、とても大阪に行くのには、まあ、しかもね、雪の道を走るに適してないんでね、ちょっとタイヤチェーンかなんか貸してくれませんか、いや自分で買って、あるいはレンタカー借りて行ったらいいんじゃないですかみたいなことを言われてですね、いや困ったなって思った時に、1日前に親切な方がいてね、1週間車貸してくれる方がいたんですね、まあ、しかもその雪のタイヤをね履き替えてくださって、まあ、そのことでですね、まあ、もう一方この祈祷会に参加している、ね、方も声かけてくださったんですけど、先に声かけてくれた、まあ、それで無事に行って帰ってくることができて、さまざまな奇跡がですね、起こって、ここで話すと長くなりますん で祈ってもらいたいのはですね、その車が、今年間200回以上ロボ伝道の働きで、まず第一に車の倉庫、ロボ伝道の、ね、たくさん荷物があるんでね、倉庫になる車で、そして、各地に行くのにそのような車が必要で、まあ、経済的なこう余裕がなくて、まあ、今までの車大事に使ってたんですけど、ちょっとこう修理に何十万かかるとかね、そういうことがあったりして、クラウドファンディングハイの水曜日、2月22日から、イースターまで、やる予定で、祈っております。まあ、ネット募金ということで、まあ、どのような形になるか分からなくて、その集まったもので、対応しようかということで、まあ、関係者と一緒に話し合っているところなんですけど、ぜひ、まあ、もしいらない車が、ね、ある方がいましたら、もうそれ検品していただけたら、もうそれで解決なんですけど、まあ、希望はハイエースとかキャラバンとかね、まあ、そういうものなんですけど、まあ、そういうことも含めて、ぜひ、クラウドファンディングが、神の、助けがありますように、人々の心が動かされて、まあ、もう本当にね、ロボ伝道にも一年中献身してね、まあ、その専用に使う車ですから、もうそれ以外の目的ありませんし、神様が、ぜひ与えていただけますように、祈っていただきたいと思います。